ふーちゃんかっこいい。まこちゃんとるこちゃんとろこちゃんは大の仲良しです。今日はお天気がいいので園のお庭で遊んでいます。今日は何しよう。ねえ、鬼ごっこがいい。そうだね、鬼ごっこがいい。みんなで話し合って鬼ごっこをすることになりました。でも3人だけじゃつまらないから、もう一人誰か誘おうよ。そうだね、誰がいいかな。ちょうどその時、向こう側からラーちゃんがやってきました。あ、ラーちゃんだ。ラーちゃん、鬼ごっこしよう。ラコちゃんもルコちゃんもロコちゃんもラーちゃんのことが大好きです。早速ラーちゃんを仲間に入れようと声をかけました。僕はもう少ししたら先生のお手伝いをしなければいけないんだ。それまでの間だったら遊べるよ。そして4人で鬼ごっこをすることになりました。じゃんけんぽん。ラーちゃんはパーを出し、他の3人はチョキを出したので、最初の鬼はラーちゃんになりました。いいかい、10数えるよ。わーっと声を上げて3人は走り出しました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。数え終えたらあちゃんがみんなのことを追いかけます。行くぞー。3人は必死で逃げましたが、ライオンのラーちゃんはとっても足が速いので、どんなに遠くに逃げても風のように走ってみんなのことを追いかけます。ラーちゃんの走る姿はとてもたくましくかっこよかったので、3人は捕まっても大満足でした。すごい、ラーちゃんかっこいい。ねえラーちゃん、もう一回やろうよ。ねえ、もう一回。その時、先生のお部屋の方からラーちゃんを呼ぶ声が聞こえました。みんなごめんね、僕行かなくちゃ。ラーちゃんは先生のお手伝いをしに行ってしまいました。ああ、ラーちゃん行っちゃった。誰か来ないかな。ちょうどその時、パタパタと羽の音がしてふーちゃんが降りてきました。みんな何しているの。ラーちゃんと鬼ごっこをしていたんだけど、ラーちゃんが先生のお手伝いをしに行っちゃったの。じゃあ、私がラーちゃんの代わりに入るわ。いいけど、ふーちゃん鬼ごっこできるの。私だって鬼ごっこくらいできるわよ。やったことないけど。自信満々なふーちゃんに3人は不安そうです。ふーちゃん、お空は飛ばないでね。私たちは飛べないから。わかったわ。じゃあ、行くわよ。じゃんけんぽん。ロコちゃんがグーを出し、他の3人はパーを出したので、今度はロコちゃんが鬼になりました。じゃあ、10数えるよ。1、2、3、みんなは一斉に走り出しました。でも、ふーちゃんはもたもたしています。ふーちゃん早く、捕まっちゃうよ。8、9、10。ロコちゃんが数え終わり、みんなが遠くに行っても、ふーちゃんはまだロコちゃんのすぐ近くにいました。ふーちゃん捕まえた。今度はふーちゃんが鬼だよ。わかったわ。じゃあ数えるわよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いくわよ。大きな掛け声をかけて、ふーちゃんは走り出しました。
3人は全力で走ったので、ふーちゃんからずいぶん遠いところにいました。待って、ふーちゃんは一生懸命追いかけます。でもなかなか捕まえることができません。そのうちふーちゃんは汗びっしょりになってベンチに座り込んでしまいました。何よふーちゃん、ちっとも楽しくない。そうよ、全然追いかけてこないし面白くない。ふーちゃんは泣きそうな顔で言いました。そんなこと言わないで、私だって一生懸命頑張ってるんだから。そもそもふーちゃんに鬼ごっこは無理なのよ。足は短いし太ってるから。そうよ、ラーちゃんみたいに足が長くて運動が得意だったらよかったのに。足が短くておデブのふーちゃんとは一緒に遊んであげない。とうとうふーちゃんは泣き出してしまいました。何よ、私たちが意地悪してるみたいじゃない。ふーちゃんの足が短くて太ってるせいなんだからね。ふーちゃんなんてかっこ悪いし、もう一緒に遊ばない。そう言って3人はその場から行ってしまいました。それからというもの、3人はふーちゃんを見るたびに遠くから足が短いとか太ってるとかかっこ悪いと悪口を言って笑い合っています。ふーちゃんはとても寂しい思いをしたので、自分から遊ぼうとは言わなくなりました。ある風の強い日でした。ラコちゃん、ルコちゃん、ロコちゃんはお外で遊んでいました。今日は風が強いね。そうね、帽子が飛ばされそう。気をつけなくちゃ。その時、とても強い風がピューッと吹きました。キャー、慌てて帽子を押さえた3人でしたが、ロコちゃんだけは間に合わず帽子が飛ばされてしまいました。あー、みるみるうちに帽子は風に乗って友部幼稚園の一番高い木の上に引っかかってしまいました。帽子が飛ばされちゃったよ、ママに叱られるよ。ロコちゃんはぴょんぴょん跳ねて帽子を取ろうとします。他の3人も同じようにぴょんぴょん跳ねて帽子を取ろうとしますが、全然届きません。みんなどうしたの。強い風にたてがみをなびかせながらラーちゃんがやってきました。あ、ロコちゃんの帽子が飛ばされて木の一番高いところに引っかかっちゃったの。ラーちゃん、取ってあげて。ラーちゃんは木を見上げました。これは僕でも無理だ。あんな高いところには行けないよ。ラーちゃんでも無理なの、どうしよう。ロコちゃんは悲しそうな顔をしてとうとう泣き出してしまいました。あの帽子、幼稚園に入るとき、お祝いにって、大好きなチーシが買ってくれたの。だから私、とっても大事にしてたのに。その時です。強い風の音に負けないくらい大きなバサバサという音が聞こえてきました。ロコちゃん、待ってて。私が取ってきてあげる。ふーちゃん、ダメだよ。いくら君でもこんなに強い風では危ないよ。そんなこと言ったって、また風が吹いたらロコちゃんの帽子がもっと飛ばされちゃう。急いで行かないと。ふーちゃんやめて、危ないよ。3人とも大きな声でふーちゃんを止めましたが、ふーちゃんは大きな羽を広げて飛び立ってしまいました。ふーちゃん危ない。飛ぶことが上手なふーちゃんでしたが、とても強い風にあおられて、右に左に大きく飛ばされそうになりました。ふーちゃん、お願い、降りてきて。ラーちゃんもひときわ大きな声をふーちゃんにかけましたが、風の音がすごくて、ふーちゃんには届きません。このことに気がついた友部幼稚園のお友達が、ふーちゃんに声をかけました。ふーちゃん、気をつけて。ふーちゃん、頑張れ。ふーちゃんは一生懸命に羽を動かして、やっとのことで帽子の近くまで行きました。
そしてお見事、くちばしで帽子を取ることに成功したのです。はい、ロコちゃん。ふーちゃんはロコちゃんに帽子を渡しました。一旦泣き止んだロコちゃんでしたが、ふーちゃんを見るとまた泣き出してしまいました。ふーちゃん、ありがとう。本当にありがとう。ロコちゃんとルコちゃんもふーちゃんに駆け寄りました。ふーちゃん、ごめんね。足が短いってからかってごめんね。太ってるって言ってごめんね。ふーちゃん、一緒に遊ばなくてごめんね。ふーちゃんは何も言わずに泣いている3人を羽で包んで抱いてあげました。ふーちゃんって柔らかいね。そしてあったかいね。そんな3人にラーちゃんは言いました。ふーちゃんはかっこ悪かったかい。3人は大きく首を横に振りました。ふーちゃん、すごくかっこよかった。そうだよね。ふーちゃんはみんなよりも走るのが苦手かもしれないけど、あんなに高く空を飛ぶことができるんだよ。それにふーちゃんの体はとても柔らかくてあったかいんだ。何よりふーちゃんは優しいだろ。3人だけでなく、友部幼稚園のお友達みんなのことを見ながら、らーちゃんは言いました。人はね、みんなそれぞれ違うんだよ。足の速い人がいれば、遅い人もいる。絵が上手な人もいれば、お勉強が得意な人もいる。背の高い人もいれば、低い人もいるし、痩せた人も、太った人もいる。みんなそれぞれ違っていて当たり前なんだ。それぞれいいところも悪いところもあるんだよ。悪いところばかり見つけてからかったり、仲間外れにしていいのかな。自分だって他の人とは違うところがあるはずなのに、からかわれたり悪口を言われても平気かな。それよりもいいところを見つけてみんなで仲良くした方がいいんじゃない。僕はたとえ足が遅くてもあんなに飛べるふーちゃんのことが大好きだけど、みんなはどう？私もふーちゃん大好き。私も。僕も。ねえふーちゃん、一緒に遊ぼう。ラーちゃんもみんなで遊ぼうよ。おしまい。